ラグザスプレゼンツ第3回プレミア12サムライジャパンオーストラリア13日バンテリンドームサムライジャパンの小園海斗内野手24の目元に注目が集まり小園のアイブラックがトレンド入りしたまぶた付近からエラのあたりまで伸びる斬新なデザインに XQ ツイッタージョーはデビルマンみたいだなと思ったらデビルマンの方が控えめだった 遅れてきたハロウィンみたいだな、進化しすぎてデーモンこぐれみたいになってるなど、思い思いの感想を寄せて盛り上がった。一方で、普段見慣れたファンからはカープファン的には通常運転。カープファンからしたらいつものこと見慣れたお顔との投稿も見られた。